今日はアメリカの言論空間が大きく歪められまさに言論弾圧ととといいいいいっっててても良い状況にに陥っていることについてお話し,したいと思いますそしてその言論空間の中で自身の評判を貶としめられようやく左翼全体主義の恐ろしさに気づいたアメリカの有名なフェミニストの嘆きを紹介したいと思います。 今のアメリカメディアの言論弾圧は凄まじいものがあります私は少なくともアメリカ民主党政権下のアメリカはもはや民主主義国家ではないと言い切っても良いのではないかと思っています日本の安全保障はアメリカとの同盟関係をベースに構築されていますアメリカが民主主義国家であるとの 当たりり前前の前提がありましたしかし民主主義国家を担保するための最重要ファクターである言論の自由がアメリカでは今風前の灯火となっています幸いワシントン議会下院は言論の自由を守ると主張する共和党が多数派になりました。ですから今後は来年の大統領選挙に向けて 脅かされた言論の自由を共和党指導で回復する動きが活発化するでしょう。しかし、ワシントン議会上院は、相変わらず言論統制を容認する民主党が多数派ですから、予断は許されないところです。アメリカの言論弾圧の実態を日本の主要メディアは伝えません。ですから、日本の視聴者に、 そのことを説明し理解してもらうのは簡単ではありません本日の動画ではアメリカでもよく知られたあるフェミニスト評論家の嘆きをお伝えしようと思います日本ではあまり知られていませんがナオミ・ウルフという女性評論家がいますアメリカリベラルの本拠地の一つであるサンフランシスコに生まれたユダヤ系の女性です 1962年生まれですから60歳です彼女はエール大学で学びエリートの証であるローズ小学生となりオックスフォード大学学に留ししました彼女はフェミニスト運動の騎士として主要メディアから重宝されてきた論客でしたその彼女がかつての仲間だった主要メディア 例えば自身のコラムを発表していたガーディアン紙ロンドンサンデー・タイムズ紙などから信用できない女とししてのレッテルを貼られました信用できない理由は彼女があの病の予防薬が女性の生理不順などを引き起こす傾向にあることを指摘したためご情報を流す人物としてツイッターから「 アカウント停止措置を受けたからでした先ほどつまり2023年2月26日ですが日本語版ウィキペディアで確認したところ2021年6月ツイッターにコロナウイルス感染症流行に関連する誤情報を投稿したことによりアカウント停止の措置を受けたと。 表記されていましたしかし彼女の発していた警告つまりあの予防薬と生理不順、不妊症については強い関係があることはすでに多くのデータから正しいことが明らかになっています彼女の女性への警告は決してご情報ではありませんでした実際プロジェクトベルタスによって隠し撮りされたファイザー社幹部 ジョーダン・ウォーカーは、接種した女性は生理不順になりやすいと告白しています。ナオミ・ウルフは、ツイッターアカウント停止以来、強烈なバッシングにあい、これまで気づいた評判は、地に落とされたことを告白しています。当然に、収入も激減しました。彼女は、今、ワシントン会員でツイッター社の 元幹部の証人喚問を中止しています。彼女は自身のアカウントを凍結した男や女の顔を初めて見ました。彼らはツイッター社の新横断となったイーロンマスクによって解雇された者たちばかりです。ウルフは自身の業績を破壊し。 収入も激減させた犯人たちの証人喚問を苦々しく見つめ、その息取りを発表しました。2月10日に発表された自身のメルマガでは次のように書いています。この人物たちが生理不順の可能性を警告した私の正確なツイートを排除した。私のツイートが世に伝わっていれば。 数百万の女性が今の苦しみを味わう必要はなかったかもしれない。不妊の可能性を恐れる必要もなかったかもしれない。彼女は続けて次のようにも述べています。私はもう六十歳です。失われた私の評判を回復するのはもう手遅れかもしれません。私のアカウントはツイッター社によって閉鎖されました。彼らは、 バイデン政権と共謀したのです私はアカウントが封鎖された2021年以来悪者にされツイッター社の検閲を受けてきました今ツイッター社を訴えています仮にツイッター社との和解ができても私にはそれが勝利だと思えませんツイッター社の新オーナーであるイーロン・マスクさんによって 私のアカウントは復活しましたでも私の失ったものを取り戻すことはもはやできはしません左翼全体主義者は仲間であっても平気で裏切ります彼らに都合の良いフェミニズム拡散に貢献したナオミ・ウルフも自身の辛い経験を通じてようやくそのことに気づきました